You're listening to Shibuya Cross FM. はい、皆さんこんにちは。5月14日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻勇気です。増山かなです。松原勲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松原勲ですね。僕と同じあの俳優で、何回かね一緒に舞台もやってたりとか、はい、仲間ですので、で今日まあ、コロナでこういう状況でね、どうしても落ち込みがちじゃない。だから明るい彼をね、出ていただいて、ね、はい、パワフルしかないんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、盛り上げていきたいなと思っています。さあ、はい、押山さん、はい、もうさ、家から出れない、出れない、松原もそうだけど出れない、ね、この期間、うん、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、はい、めちゃくちゃ楽しんでおります。そうだ家でめちゃくちゃ楽しんでるんですよ。はい、あの弾けもしないピアノを買って、弾けもしないギターを弾きながら、はい、あのできもしない料理をして、毎日家の中でめちゃくちゃ楽しんでおります。弾けもしないピアノを、はい、あの練習してるってこと。練習してます、今。ほうほうほう。ピアノとあとギターと料理を、はい、練習してます。料理はさ、はい、前回、先月の時にも、はい、あの言ってたじゃない、はい、これからやっていくって。そうなんですよ。で、ピアノとギターも、はい、始めました。始めた。暇すぎて。あ、そう。はい、買って買いました。どう、あの上達するもの。なかなか難しい。楽器とかやりますか。楽器全くできないです。あ、本当ですか。はい、全身楽器なの。全身楽器って、ね、体で奏でるみたいな。最高です。一番何もなくても楽しめるみたいな。そうそう、本当面白い、あの松原君面白い人ですよ。さあ、え、はい、それでじゃあそれをなんだろうな、なんかライブ配信とか、うんうん、インスタライブとかそういうのでこうやってるの。あ、を、ライブ配信で練習していこうかなと思ってるんですけど、うんうんうん、まだちょっと今日第1回目なんですよ、はい、今日の夜1回目を配信するのでまだやってないんですけど。え、それピアノを見せるの。でもどっちも、ギターを、はい、ピアノはまだあの思い出のアルバムっていう、あの童謡しか弾けないんで、うん、そう、それ以外レパートリーがないんでちょっとお見せできない。いいね、なんか新しいトライですよ ね、はい、そうですね。僕もね、ちなみにギターをまたちょっと始め、分かりづらいよね、ここに豆が。確かに、今もできたもんね。そうそうそう、舞台でもね、弾いてたし。あ、そうなんですね。そうなの。ただ、あんまり触らなくなったんだけど。そうですよね。暇じゃない、家で、うん、あの時は、うん、だからこう、やったらさ、うんうん、1、2時間やっちゃうのよね。いや、分かります、練習しちゃって、すごい。で、やっぱね、ここが痛くなるんですよ、ここ指のね、この先が見えますか。普段使わないから、はい、かそうで、カチコチになってくるし、うん、で、ジンジンしてくるの。痛いですね。それを水につけて、ジャーってすごいじゃん。で、ちょっとふやかして、うん、ふやかして、ちょっとそう、柔らかくさして、はい、痛いから、うん、で、また乾かしてやるみたいな。そういうことか。なんか格闘技みたいな、ね、確かに格闘技、爪鍛えてるみたいな捨て頃なんだ。確かにあれなんでね。さあ、松原くんはなんか家で、うん、僕ものすごい硬いんですよ。硬い、体が、はい、もう最近だから YouTube とかで2週間でその土の字になれるストレッチを、あ、あの開脚ですか、はい、開脚前倒しみたいなやつ、はいはいはい、それをかなりやってます。お、偉いですね。ちょっとじゃあ柔らかく、もうちょっとやっぱ柔らかくなってきました。筋トレしてお風呂使って開脚の練習。確かに、ね、あのね、一緒に舞台やってた時からいい体なのよ、はい、あ、そうなんですか。これなんか着てるとわからないのよ、洋服で脱ぐ。やっぱね、家にも行ったことあるもんね。そうそうそう、めっちゃ仲良しじゃないですか。いや、夜俺がまだバイク乗ってる頃で、バイクで、はい、バイクで20分ぐらいのところに住んで、そうそう、今もあそこ、あそこ、あそこ、めっちゃ仲良し。そうで、あそこに行って、あそこに行って脚本ちょっと一緒に考えたりとかやった。いい、ね、そう、その時にちょっとチラッと見えるこの上腕二頭筋、チラッと見える上腕二頭筋大体見えるんだよ、うん、
大胸筋、うん、大胸筋とか、うん、意外に多分、あの思ってるよりもいい体です。え、はい、普段から鍛えるの好きなんですか？そうですね、普段から鍛えるのは好きですね。でもいいな。硬かったんだ、うん、めちゃくちゃ硬い。やっぱ筋肉が邪魔するのも原因の一つらしくて。そうだと思います。格闘技みたいなこと言ってんじゃんみんな格闘技やってる、まあね、男2人もね結局は格闘技になっちゃういやまあね、なんかこう脳のね、はい、やることを、まあ、見つけていくしかないというかさ。そうですね、うんうん、あの なんだろうな、もちろんストレスもたまるしさ、うん、で家出ちゃいけないって言われるとストレスたまるじゃん、うん、でもさ普段出ないときは出ないじゃん。そうでもいざこうやって出ちゃいけませんよって言われると、うん、やたらストレスたまったりするけど、でも気持ちの持ちようというか、うんうん、出ないで家で楽しもうとか、うん、ね、ピアノやったりギターやったりとかを、うん、こうめなんだろうな、メンタルコントロールすごい大事だなって今。大事大事、ね、そうですね。やっぱこう動かないとどうしてもこう落ち込みがちになるでしょ、うん、でニュース見てもさ、うん、まあ落ち込むじゃん。そうだね、テレビつけたらね、やれあの話ばっかするんでね。ね、なんか保証がなんだとか、うん、政府がなんだとか、そればっかりなのよ。どのチャンネルも同じ時間帯じゃない、うん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 、パチパチパチって書いてもうわーなるじゃん。うわそうだからちょっとこう、なんていうかな、だからこの番組とかは、うん、気楽に見てもらえたりもしたいですし、家でね、本当僕は YouTube とかあって、はいね、料理を最近、うん、めっちゃやってますよね。料理男子、うん、あの恋愛じゃないよ何ですか、何の話してる。料理研究家って言おうと思ったら恋愛研究家って言いかけたんですけど、ね、料理研究家になりたいなと、うん、あ、すごい。料理研究家って、うん、調べたら免許いらなくて、はいはい、名乗ったもん勝ちなのね。え、そうなんですか。そう、へえ、知らなかった。調理師免許とか別になくても成立するのね。あ、そうなんだ。だから、あ、行ったもん勝ちなんだなって思ったから、だから今言っちゃったみたいな言い続けてみようかな、確かにね、うん、だから、打倒平野レミ。そっち栗原結構、結構栗原晴美、確かに、そっちなんですね。いやもう健太郎さんとかね。そう、うん、王道に勝負仕掛けたいなと思いましてね、ちょっと料理してますけど、はい、僕の YouTube 見たことありますか？ありますよ、あるあるある、ちゃんと見てますよ。何が好きですか？私は結構この間ランキングにして喋っちゃったので。そうだ、そうなんですよ。松原くんどうですか？僕ね、あのチョコレート本中の回が結構一番好きだったやっぱ失敗の時にやっぱ本当の地巻き勇気が見えるんであれがやっぱ一番素に近いかなと僕が知ってる感じ。そうなんですね、はい、そうですね。いやなんかちょっとやりづらいですねさあちょっと始めていきましょう、はい、エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と、宮古島レンタカー宮連さんの提供でお送りいたします。さあでね、で、はい、松原くんもさ映画、はいはい、見たりもするしますね。それはもうほぼ毎日1本ずつぐらいは、はい、どちらかというもう、ね、家にいるんで。やっぱりどんな映画が好きだっけ。僕一番好きなのは海外の作品なんですけど、はい、アメリカンビューティーって多分2000年の前半ぐらいでアカデミー賞取った。知ってますか？名前しか聞いたことない。名前でも聞いたことある、はい、あケビン・スペイシーが主演男優賞多分取ったと思うやつなんですけど、はい、素晴らしいんですよ、ね、いやいい映画ですよ、これでもね昔からこれ言ってて、はいはい、まあ、あらすじをね、あらすじ言っていいですか簡単にね、あ、まあ、ざっくりだから、まあ、夫婦があまりうまくいってない、うん、あの夫婦と子供がいて、はいはい、まあ、その旦那さんがケビン・スペイシーなんですけど、娘のなんかこうチアリーディングやってるんで、その大会に遊びに行った時に、うん、その娘が高校生なんですけど、うん、その娘とチアリーディングも同じ女の子に恋をしていくんですよね。その40になって中肉中杖で女の人、またときめきが出てきて、うん、いろんなこう奥さんも不倫してたりとか、いろんなことが巻き込まれて最終的にその家族がどうなるかっていうお話なんです。そうなの。結構壮大ですね。なんかそうですよ、あの結構本格派の映画です、うん、いや本格、うん、ギャグとかなく本格派ので気になりますね。あの、あ、分かるなとか、うんうん、年重ねれば重ねるほど、ね、ケビン・スペイシーという、まあ、ハゲててさ、そう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 、名優よ、本当に超有名な名優さんなんだけど、
またいい感じに最初すれてんのよ。すれてんの、くたびれてんの。結構だから食卓のシーンがね、うまいことそれをわざと見せたりしてるんですよ。ただ人ってやっぱ恋とかときめきっていうものがどれだけ大事かっていうのが分かるのも一個あって、筋トレし始める。そう、そのシーンがもういっちゃう。分かるよね。笑っちゃうのよ。真剣にやればやるほど笑っちゃうのよ。そうなの。あのよくおじさんがさ、いやおじさんが何やってんのと思うかもしれないけど、なんかね、好きな人に振り向いてもらいたいって人ってなると努力するっていう。そうですよね。それは若くてもね、年を置いても一緒ですもんね。だそのなんかなんだろう、よくさ。女優とかでも、恋した、してた方がいいよとか、輝くキラキラできるよっていうのが一個その理由もあるのかなと。努力綺麗に保とうという努力をするという、そのケビン・スペイシー本当だよ。いや面白い。全部鏡見ながら筋トレするんですよ自分の鏡。いいですね。それがまた滑稽 で、ね、なんてセクシーなんだろうと思う。なんて滑稽なんだろうと思う。そうなのよ。すれたおっさんが頑張ってんのよ。それがまたいい体になってくる。なってくる。だんだんね、徐々にあのガレージでやってる、ね、効果が出てきてる。 そこがまた面白くて、まあ最後はちょっと言わないけど、そうですよね。まあどうなっていくのか、かなりね、脚本も面白いから、やっぱりどんどん展開が、いろんな展開が待ってるんでね。はい、ちょっと見てみます。気になった。ぜひちょっと、だから多分鷲山さんはどっちかというとまだその恋する方とか、あ、女性の方の立場、男の立場多分あんま分かんないよね。そうですね。けどまあその娘さんの役の人とかもすごくいい役で、どんどん展開していくんで、話がで、いろんな見方ができるなと思って。だからアメリカンビューティーは僕も結構好きな作品ですね。素晴らしいですよね。だから俺も僕も、映画1日1本見るようにしてて、まあ、見れない日もあってなんか寝ちゃってて、でこの間見たのがハンコックというね。ハンコックね、懐かしい。ウィル・スミスの。ウィル・スミスの超人的な力を持つ人の話ですね。ざっくり。知ってますね。知ってますね。これね、最初、アクション映画、もちろんアクション映画なの、で、そうです、ハリウッドだし、バーンドーンみたいな、要はアベンジャーズみたいな、まあ、言ってみればそういう感じなのね。ただあの、泣けるのよ。それは、まあ、簡単にあらすじを説明すると、あのハンコックというウィル・スミスの、ね、黒人の俳優さんがいるんだけど、超人的な力があるの。空飛べちゃうし、力バーンって強いのね。で、そんなハンコック、孤独なの。え、なんで？人からモンスター扱いされちゃう。あ、そうか。でそのハンコック自体もちょっとへそ曲がりなとこあって、空飛べたりするしてさ、その犯罪をね防ぐんだけど、なんだろう、街を壊しちゃう。そうそうそう、犯罪は止めるけど、そっか、と同時に力が強すぎるんだ。そう、街をこうバーンって壊して、それどうなんだっていう声が反感買っちゃうんだよね、結局。そう、大きくなってきちゃうわけ、でね、悲しいじゃない。そうですね、善意でやってんだけど、でまたそのハンコックもまたそう言われ続けるから、お酒ばっか飲んでるわけ。あー辛い。で俺なんかどっすわみたいな、で、あんまり市街地に住めないから、空飛べるし遠い山のところで一人で住んでるわけ、でね、ある時、男性と出会うわけ、その男性を救うの。お、記者が来てちょうどね、車が止まっちゃって、って時にハンコックが助けてあげるの、でもその記者をぶっ壊しちゃうわけ。あ、そか。でも人の命は助かったけど、ね、どんだけ損害かけてんの。確かに助けるなら、あの綺麗に助けてよってみんな言い出すわけ、でも勝手なこと言うの、ハンコックは思うの、勝手なこと言うのよ、ね、人の命を助けてんだから、そんなことって思うんだけど、言ってもしょうがないから黙って酒飲むのね、助けられた、男性が、なんだろう、広告代理店みたいな方な、で、君はもったいないと、そうやり方によっては君はヒーローなんだよと、確かに今のままじゃ嫌われ者だと、心を変えて少しの、なんだろうな、少しの変化で君はスーパースターになれるんだよって、ちょっとずつちょっとずつ言ってあげるの。例えば、空から飛んできて着陸するときに道路を壊すなとか、
あ、教えてあげるんですね。そうとか、物を壊すなとか、あとこう一般のこの警察官とかにグッドジョブって言ってあげろ。かわいい。いや、これがね、おもろいんですよ。そう、グッって。そうそうそう。かわいい。なかなか言えないんですよ。そう、で、そういうのを、でもね、で、だん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 変わってくるわけ。うん、っていうか、まあ、その後、もう市民から彼を刑務所に入れろ。なんてこと？だって物壊してんじゃん。確かに。って言って、うん、で、ハンコックも嫌だったけど、入るわけ。でも、空飛べる彼が、刑務所入ったって別に大したことないのよ。嫌だったら飛んで逃げないんだよ。そうね。で、あの、ピストルの弾すら弾いちゃうのよ。そうなんですね。そんなような超人だからさ。でも入って、うん、狙いは何でか、何かっていうと、そのね、うん、助けられたその広告代理店みたいな人が言うわけ、うん、ハンコックが刑務所に入ったら、うん、街が犯罪が起きまくると、うん、要はハンコックがいないんだ、あー、いないから、の時に市民はいなくなった時に、うん、お前のありがたみが分かるんだと、だから我慢しろ今出るなって言って、ね、こうしばらく刑務所入るの、そしたらだんだん、犯罪が起きてくるわけ、うん、そだんだんちょっとずつみんながハンコックどうしたか、まだかと、うん、でも刑務所に言ったのお前らだよ、市民がそうしたんだろうと、うん、である時警察市長から助けてくれって電話が来て、ハンコックは来た来た、あのスーツ着るわけ、そのね、スーパーヒーローみたいなスーツ着るわけ、ね、うん、でブワーンって行くの、である銀行みたいなとこ行って、銀行強盗があるから、でそれをこうねバーンって行って、静かにこうヒューンってこう着陸するし警察官が、ね、一生懸命戦ってて、はい、うん、まあ、ピヨンピヨンって、ハンコック関係ないから、そしたら、グッジョーって言えた言えて、うん、で、解決するわけ、で、解決して、で、それで、グッジョーってまたね、うん、あ、グッドジョブってみんなに言わなきゃと思って、うん、警察官にみんなに言ってたら、逆に、君が、ハンコックがグッジョブだよって言って、泣いちゃう、一夜に、一回のあれにして、そうそうそう、ヒーローになるね、うわーって、ハンコック、ハンコックって、でもそれにこう戸惑うハンコックっていうのがあって、で、あるそのさっき言った助けた広告代理店のような方の奥さんが、実はこれ言っちゃおうか、もう言っちゃってよね、実はハンコックって年取らないわけ、あ、そうなんですか、無敵ヒーローで、あ、で、記憶がないわけ、うん、でね、ずっと昔から生きてるの、未来永劫、うん、でね、それで、でもね、記憶をたどっていくと、うん、なんか親しみあるの、その奥さんと、うん、実は、その奥さんも超人的な力あったの、うん、っていう、で、実は、うん、かつて、恋、恋仲だった、うん、あ、そうなんですか、でも、その超人的なパワーがあって、うん、パワーがあって、うん、年取らないってことは、じゃあずっと生きてんじゃんって思うけど、うん、愛する、愛し、人を愛してしまったらとか、近くにいればいるほど、うん、パワーが弱くなる、なんか切ない、そうなんですよ、切ないな、切ない、運命な2人なんだけど、出会っちゃいけないみたいになってね、それなの、うん、切なすぎませんか、切ないの、うん、そう、あのね、アベンジャーズもそうだけど、うん、スーパーヒーローって近年のね、うん、はい、めっちゃ切ないの、あ、そうなんだ、切ないですね、そこなの、結構ドンパチが、うん、目立つけど、実はその裏に流れてるストーリーというか、うん、そう、運命な人なのに、うん、近くにいたら、うん、パワーがなくなって人々を救えないっていう、だから銃とかも食らっちゃうのね、近くにいると、で、血ダラダラ出ちゃったりとかして、だから、で、ある時ね、その銀行強盗の、その後ね、銀行強盗のやつらが脱獄して、ハンコックを殺そうとするわけ、でも、もうなんか2人は、ハンコックとそのシャーリーズ・セロンね、シャーリー・セロンが、もう結構その真相を知って、近くに行った時に、こうやってバンバンバンって来るから、要は人間のようにバーンって撃たれちゃう、で、ハンコックはギリギリの状態であいつは倒すんだけど、倒すんだけど死んじゃうから、そばにいたら死んじゃうっていうから、あえて自分から遠くに、遠くに行った瞬間って生き返る、そうそうそうっていう、だから要は愛する人を生かすために離れ離れになるっていう映画なのよ。なんて辛いんですか。辛くてね、俺ね、朝方泣いたからね。泣きますよ、それは。しかも藤本さん
さん絶対泣きますよそれは。泣いた泣いた。うわ、まあ、なんて切ないんだと、ね、結局恋愛ドラマみたいなね要素が勝っちゃうみたいな。でだからこう、うん、あのそういうような映画で、あ、アクション映画とかって本当アクションが目立つけど、まあ、それだけの映画もあるけど、うん、そうじゃない映画も実はあって、いや多いですよね近年本当に、うん、あのだからこうなんだろう、よくさ難しい、社会派映画が映画だっていう人もたまにいるじゃん、うん、でもいやどれも映画だし、うん、どれも特に今このご時世家の中で一人で行って社会派見たら病むよふわってなるから確かに、ね、もっとスカッとするような映画もたくさん見てもらえたらなと、うんうん、思いますね。確かに。はい、じゃあちょっとじゃあ一曲いきますか。はい、いきましょうか、はい、あのですね、はい、今日はみんなが元気になれるような曲をですね紹介したいと思います。本当に本当です、はい、それでは、聴いてください。桃色クローバー Z さんでシャオイーシャオ。いや元気出ましたね、はい、いやよかったです。さあ和島さん、なんか映画もしね、はい、なんかおすすめのあったら。はい、はい、私はですね、クレヨンしんちゃんが好きなんですよ、うん、映画大好きなんですけど。モノマネしてたよね。なんで知ってるんですか。あれ知ってましたっけ。前やってくれた気がする。やりましたっけここで、うん、嘘だ。ほんとほんと。ほんとですか。どうなんだっけ本当ですか、うん、ちょっと結構声でかいんですけど大丈夫ですか。オッケー。あと顔がやばいんですけど大丈夫ですか。そんなことないですよ、はい、クレヨンしんちゃんのモノマネします、はい、お願いします。これ準備があるんですよ。ほほほほほおい、ほら野原しんのすけだぞ。似てます。似てますね、はい。どうですか。違う。いやもう気持ちがされました違うんですよ、モノマネがやりたかった。
ったんじゃないんです。私のおすすめの映画をちょっと紹介したいんですけど、はい、クレヨンしんちゃんの映画ってめちゃくちゃ泣けるやつがいっぱいあるんですけど、なんか感動したり友情が、なんだろう、友情とか家族愛であるんですけど、その中でも私の中で特にもうくだらないくだらないけど好きっていうのを持ってきました。ですね、クレヨンしんちゃん栄光の焼肉ロードっていう映画があるんですよ。知らない。見たことありますか？知らないですね。ないですか？これはですね、あの野原家がですね、しんちゃんたちがあの今日の晩ご飯は焼肉だぞって言ってすごいテンションが上がるんですよ、はい、普段ご飯に焼肉なんか出てこないから、もう家族総出でいろんな場所で昼間に今日は帰ったら焼肉が食べれるって言って、はい、テンションを上げて帰ってくるんですけど、うん、そこで事件に巻き込まれてですね、うん、なんと焼肉を食べるのに多分3日ぐらいかかるんですけど、うん、3日間ぐらいあのものすごいいろいろなことを乗り越えて家族の絆をね深めながらすごい戦ってボロボロになってたどり着く先が焼肉っていう。あの焼肉食べるのはなんで戦うの？焼肉を食べたかったのに悪者に邪魔されちゃうんですよそして焼肉を食べてる場合じゃなくなっちゃって、でそれをあのいろいろ対策何わからないですけど、あの戦ったりとかしてるうちにあのどんどん家からも離れてっちゃって、もうとにかくただみんな焼肉が食べたいだけなんですけど、うん、その焼肉がなんかまあ食べようと思えば食べれるかもしれないけど、うん、今こういろいろコロナとかがあって、まあ、家族に会えない人とかもいっぱいいるじゃないですか。そうですね。そうだからやっぱ家族で食べる焼肉ってすごいいいなと思って、うん、ほっこりもするし、うん、結構途中で面白い笑えるシーンもいっぱい出てくるんですよ、うんうん、なのでこれは今この時期にめちゃくちゃおすすめしたい。だから笑って泣いてってやつかな。はい、ね、そうですね家族の間で、ね、そうなんですよ。身近なツールでね、いいですよね。そうなんです。焼肉ロード、これぜひおすすめなので皆さん見てみてください。しんちゃんの映画ずるいよね。ずるい。ずるい。うん、笑って泣けるもん。そうなんですよ。で、くだらない方にさ、うん、前半振ってくれるからこそ、うん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 、なんかポロッと泣けちゃうのよ。そうなんですよ。そう。ね。まあ、その最終的にしんちゃんがすげえ頑張る姿を見たいんだよね。そう、結局は。それです、それ、うん、あれが全てだと思う。そうなんですよ、ね、映画の中でしんのすけが成長していく過程が見れるんですよ、うん、それが素晴らしい、ね、チョコビだ、チョコビ、ね、はい、あったよね、ありますね、なんとか仮面、アクション仮面ですね、アクション仮面が、はい、とかさ、あとシロとか、はい、ヒロシとか、お母さん名前忘れちゃったけど、ミサイじゃないですか、ミサイか、はい、なんかね、ありますよね、よく見てたな。最近はもうアニメ見なくなっちゃったけど、うん、あれもうやってないのかな、昔なんかね、テレ朝かなんかでやって、今やってんのかね、ってわかんないけど、うん、よく見てたなですよね、うん、大好きでした。おすすめです、おすすめです。皆さんぜひね、はい、見てもらえればなと思います、うん、でね、はい、ちょっと今日ね、その、うん、あの話したいテーマがあって、はいはいはい、この間さ、うん、ちょっとあの携帯の充電器を、はいはい、が壊れちゃって、はい、あんまり家から出たくないけど、うん、家電製品屋さん行ってきたのね、うんうんうん、ただあ、閉まってるかなと思って、でも行ってみようと思って行ったの、うん、そしたら3日前ぐらいかな、2日前ぐらいやってたの、ただ入場制限してて、で俺入り口たくさんだけど、うん、そこしか入り口なくて、うんうんうん、俺知らなかったから、あれどこだ入り口と思って、入り口のところが探してたらあって、うん、で人も少ないけど列になってたのだけど、俺、うん、ここかなと思って、入り口の方行っただけなのに、うん、ある若いお母さんが並んでますけど、そこに行ってきた、はいはい、で、俺はえっと思って、うん、あれここかなここかなって、うん、並んでますけど、うん、って言われて、あ、ものすごい今世の中ピリピリしてんだなって気づいたの、ね、うん、でね、ちょっと視点を切り替えたいなと思って、うん、はいはいはい、語りたいのがやっぱ宇宙、はい、出ました、はい、出ました、見ましたよ、宇宙まあとにかく宇宙よく話すんだけど、はい、それこそスペース X のさ、イーロン・マスクさんが、はいはい、ね、ね、子供の名前だ、そう、とか言うんだけど、宇宙についてちょっと話したいなと思います。はい、宇宙ってさ、うん、大きいし、未だに解明されてないことたくさんあるでしょ、うん、ありますね、だからちょっとざっくり話したいなと思ってて、はいはい、教えてください。昔ね、はい、宇宙っていうのは神とか怪物で説明されてたんだよね。どういうこと？
要は、はい、まあ今でも言われてるけど、うん、この世は神が作ったって言ってる人いるでしょ、ある宗教って。はいはいはい。いや違うからっていう、科学者はもう言ってんじゃん、ビッグバンからだよ、うんうん、でも未だに信じてると神とか怪物が作ったって。なるほど。そうだからこれはね、すごい昔はほとんどの人がこれを思ってたと、うん、いうことから説明していくのね、うん、で紀元前6、はい、だからマイナス600年、はい、今2020年だから今から2600年前、はいはいはい、ギリシャとかはで観測と数字、うん、でっていうものがこう流行りだしたと。要はそんな昔にですか、1っていうものを人類が知ったと、うんうん、おー1とか2とかでも知ってたんだけど、うん、0っていうものを知ったとか、ゼロって概念、何もないっていうものの概念っていうの結構実は説明しづらかったんだよね昔。なるほど、面白い。そう、でそのそんでも、今から2600年ぐらいに、うん、この観測と数字っていうのがどんどん流行って、うんうん、そっから宇宙っていうもの、空、月、太陽、雲っていうものをどん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 人が解明していくと、うん、いうことになったのね。で、面積、うん、面積もこの辺の時に求められるようになって、三角形の面積とか、うん、縦かける横高さ割る2とかさ、うん、でよくなんか覚えてんじゃん、うん、台形はさ上辺括弧上辺と下辺下辺みたいな、うん、でそういうのを少しずつなんだろうな、発見するの。でよくさ覚えてるか分かんないけど、科学の授業でこうやってやるじゃん、うん、自分のこうこの高さ、はいはいはい、を求めたら、うん、奥の方にあるものの高さで距離が求められるよとかつって、うんうん、なんとなく覚えてるでしょ、ピタゴラスの定理だ。その辺もこの辺なのね、はいはい、でそれで知るわけ、うん、星って丸いの、はいはいはい、星って丸い、まあ、地球とかそういう意味の惑星という意味の星ですね。そういうことか。昔は、うん、板だと思ってたの。だからここ水ジャーって、うん、よく言わない、よくね、パイレーツオブカリビアンとかでもそうだった、ここ船行ったらドザーンってこうなっちゃうよって昔の人は思ってた、思ってたらしいですね。でもこういう数学が発達すると、うん、丸んじゃね、あ地球丸くね太陽丸くねってみんなが思い始めたわけ、はい、そっから急速に進んでいくよ。でね、ただこの時完全な円だと思ってたと。あー、まん丸？まん丸、はい、それを提唱したのがアリストテレス。はい、来ました。誰ですか？アリストテレスというのは、もう万学の祖、要はね、すべての学問の師匠みたいな、はい、すごい人ですね、言われ方して、うん、まあ、はい、この辺の時代の人ね、はいはいはい、紀元前6、はいはい、アリストテレスはゼロの哲学者でもあるからゼロの概念を導き出した人だったりするんだけど、が、まあ、あまりにすごい硬すぎて、うん、アリストテレスの言うことは絶対だってなっていた、ね、でその時にアリストテレスが完全な円であると、うん、円っていうものになったと、地球がね、はいはいはい、円っていうものに考えられた、うん、でもここが違ったの。違った。地球中心に物事動いてます。ちょっとどういうこと？私も今分からなくなりました。さ、ちょっとどういうこと？宇宙ってういう、はいはい、僕らのいるところって天の川銀河じゃね？はい、天の川銀河って銀河なんですよ。はい、で、その天の川銀河の中の太陽系の中の一個の地球、うん、一個の星、それが地球、それが我々。はい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 、要は、うん、僕がさっきちょっと言いたいのが、うん、あまりに今みんながコロナコロナコロナで、うん、もう私の保証だとか私のお金とか、うん、ピリピリしてるけど、いやちょっと待って、いっぱい銀河があって、うん、その中の一個の天の川銀河、ね、その中の太陽系、その中の一個の地球の我々でしかないよ、うんうんうん、はいはい、そんな、うん、で日本、うんうんうん、でここ渋谷、うん、はいはいはい、どん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 、うん、そんなミクロですよ実は我々はっていうことも言いたかったんだけど、うん、まあ、これが今当時はけど中心が地球だと思ってたってことね。なんでかというと、うん、
じゃないと説明つかないでしょっていうの、アリストテレスは。はいはいはい、地球が動いて、もし動いているのであれば、うん、なんで風吹かないの？あ、ものすごい勢いで動いてるんでしょ、うん、あ、なるほどね。もし地球が動いてるのであれば、うん、立ってられないぐらいの風が、立ってられないぐらいの速度で動いてんじゃないですかと、うんうんうん、あの風がなんで来ないの、うん、説明してくれよっつって、誰も説明できないから、要はだから天動説、天が動いてます、はいはいはい、地球を中心にあらゆるものが動いてます、うん、なるほどね、というような時代だったの。なるほど。ただね、その時に、まあ、それがまあ、うん、提唱を受けちゃうわけ、うんうんうん、ただそうじゃないなっていう人もいたの、うん、アリスタルロスという人とかは、どっちも7文字だね、そう、7文字ね、7文字だね地動説じゃない、地球が動いてるって言うんだけど、まあまあ これには要はあの、なんて言えば、芸人で言うと松本人志と売れない芸人、ほう、どっちが発言力あるみたいな、あ、いやもうこっちでしょみたいな、うん、もうでもこっちで絶対でしょみたいな、みんなの師匠ですからね、うんうんうん、でね、であの弟子もたくさんいるから、でそこでそれがずっと続くんだけど、はい、ある時、うん、惑星の動き、やっぱ惑星って何って、うん、惑わす星、いやそうなの、確かに惑わすの、要は地球が動かないとしてたら、うんうん、必ず一定の方に星って動くはずでしょ、うん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 、地球が動いてないんだから、はいはい、でも惑星ってそうじゃない動きをし始めてる、惑わしてる、だからそう観測者からしたら惑わす星でしかなかったから惑星なの、うん、あ、そうなんですね、で惑わす星ってことだね、でこれをでもね説明できなかったの、実はアリストテレス、はい、まあそんなものもあるよねみたいな、あるよね、あとね彼はすごくね天才的ですぎて、うん、全てのものが綺麗に、うん、綺麗な円、なるほど、地球はもうほんと寸分狂いない円であると、うん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 、でそれは太陽もそう、月もそう、うんうん、で地球が中心で回る星もみんな一定の円を描くと、うんうん、いうような定説を立ててた、それをみんな信じてた、でもそうじゃなくねっていうのをだん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 みんな思ってきた、はい、さあそれそれ、この3人、コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、この3人がですね、好きだわ、アリストテレスを、はい、違くねと、ほう、来た来た、だいぶ時間経っちゃってるね、けどね、ここからね、実は2000年経ちますそう、要はですよ、このアリスタルロスは2000年間無視されます、まあね、まあ、かわいそう、生きてるのは100年も生きないけど、はい、要はそのぐらいこいつホラ吹き野郎、2000年間、要はこの家庭もそう、まあ、家族も含めホラ吹き野郎って言われ続けてきて、かわいそう、でまあね、このまあ小手先の話は時間ないからいいや、でこのコペルニクス、ケプラー、ガリレオが、うんうん、夢だね、16世紀だから、うん、2000年ぐらい経った後、うん、このアリストテレスから、はいはい、やっとおかしくねと、説明できなくねって来たよ、でね、うん、本を出版するの、へえ、でもね、うん、売れない、読まれない、人気出ない、まあ、なぜかというと無名であると、うん、そして研究者って往々にして横文字多かったり、あーダメだ、読めないかも、一般の方々に伝わらないわけ、うん、で、プラス精度がちょっと低かった、数学のね、理論の、あ、でもこれはなんでかっていうと、うん、このコペルニクスですら、うん、アリストテレス の、うん、その教えを受けていてしまったがゆえ、計算式が、うん、アリストテレスの計算式を用いてたから、なるほど、要は月の周回っていうのは完全な円であるって、もうそれが絶対だったんです、そっか、だからその元に数式を書いてた、うん、でも辻褄合わないの、その数式だと、そうですよね、はいはいはい、ね、うん、でそれをこのコペルニクスを擁護する形でケプラーというのが出てきた、うん、このケプラーというのはこのね進化させたというか、うん、これだから、うん、文学、ね、うん、研究他の方っていうのはもうほんとバトンつなぐようなもんなのよ、俺はここまでできた、
次お前ここまでやってくれと。すごい、それがもう何千年とかってかかるんですね。楕円なんであると、ケプラーは言い出した。新しいの出てきた、うん、星の、なんでかというと重力とかあるんだけど、またその重力というのはこの辺でまだわからないわけです、うん、はい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 、ちょっとね、この辺で出てくるんだけど、あとまあ変化というものがあって、はい、そっから、ただまだね、アリストテレスの呪縛じゃないけど、うん、すごい方だから、うん、あって、それを完璧に覆したのがガリレオ・ガリレイ。出ましたね。この人は知ってる、物理学、うん、まあ、福山さんがさ、ガリレオというドラマでもあってね、はい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 、あったでしょ。ガリレオがもう完璧に覆したことがあって、これが木星の衛星、うん、木星の衛星、要はガリレオっていうのは頭良くて、うん、まあいろんな知識もあるんだけど、うんうん、望遠鏡を見てた時に木星をね、うん、はいはい、木星に衛星があった、うん、地球の衛星って月でしょ、はいはい、木星にも衛星があると。つまり、うん、アリストテレスが言っていた地球中心であるっていうのは間違ってませんかと。あ、もうそこに行き着くのね、はい、あなたの言ってたアリストテレスさんよと、あなた間違ってるよと地球中心じゃないものもあるじゃない、発見した。それは科学の進化なんだよね、実は。まあ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 、うん、で、分かってきた。次に金星の満ち欠け、うん、あの月っていうのはこうさ、満月になったり三日月になったりする、はい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 、これアリストテレスの言い分だと満ち欠けしないのよ。そうなんですか。満ち欠けの理論じゃない、うん、完全な円で地球と中心回っちゃってるから。あ、あそうだね、ずっと同じ格好だね。おかしくないですか、うん、満ち欠けすること自体おかしいですよ、うん、いうこと。そして太陽って黒点とかあるでしょ、はいはいはい、温度が低いところも黒点になったりする、うん、あと月の表面ってクレーターで凸凹する、はいはい、アリストテレスの説だと、うん、完全な円である。あ、そっか、ボコボコもないし、ボコボコすらない円である、うん、だからあなたは間違ってましたっていうのはガリレオはバツンと言うわけ、うん、でこれを本にするわけ。おー、コペルニクスはこれはダメだった、うんうん、だからそれをガリレオは、うん、まあ、イタリアの方なんだけど、はい、面白おかしくない、なるほど、要は漫才風に書いて、へー、才能がある、うん、それで爆発的にヒットした。あ、そう、わかりやすそう、ね、実は、うん、これを、うん、実はこのものって、うん、この問題っていうのは、うん、宗教絡んでくるから、うん、要は地球、宇宙を作ったのは神であるっていうキリスト、一番最初ね、うん、日本のがとかの宗教あって、ヨーロッパってその宗教のあれ強いから、教皇とかさ、法、うん、王とか強いから反発食らうんだけど、うん、だからコペルニクスも反発食らったの、うん、一生自分の人生かけて書いた本が死ぬ間際あの今で言う 本書いたんだけど、死ぬ前に出版されるんだけど、一番最初にこの物語、この文章は今で言う信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな一行付け加えられちゃうぐらい、なるほど、わかる、はいはい、ぐらいな人だった、なんか悲しい人物なの、うん、実は、うん、で、ガリレオは実は自分の学生時代の友達、うん、同級生が教皇なのね、あのいいとこの出すぎて、うん、友達が教皇だったから、まあ、スッと、要はだからつながりでね、人脈でかけちゃったと、まあ、運も味方しましたと、なるほど、いうことでガリレオ、ただ有名なセリフあると思わない、ガリレオが有名なセリフっていうのは、それでも地球は動いてる、うん、って言った、うん、これは何でかというと、その教皇と仲悪くなっちゃう、要は30年戦争っていうのがあって、うん、当時ね、当時、うん、ガリレオの書いた本があまりに、うん、教皇をバカにして捉えた人がいた、なるほど、要は地動説、地球が動いてるっていうのを反対してるから、うん、教皇は、うんうんうん、天動説だから、うん、地球中心だから、うん、でも要だから裁判かけられて謝れって言われて謝ったの、知らなかったそれ、謝ってその後、うん、出際にそれでも地球は動いてるっつって、かっこいい、かっこいいっていうのをガリレオ、ここまで、この後ちょっとなんか一回休憩したいなちょっと一回休憩したいな一回休憩で、まだまだ時間ないのよ最後、うん、最後、これ最後だから、うん、20世紀になりました、うん、急に、この後、うん、これが17世紀、うん、はいはい、18、19になって、うんうん、一気にガリレオとかの説の人が流行っていったわけ、うん、要は地球
球が動いてますと、はい、いうような流れが出てきたの、うん、なんでかっていうと、なんで、はい、完全なるおじさんおばさん、要は頭の固いおじいちゃんおばあちゃんたちが死んでったから、ただそれだけ。要は若手がどんどんテクノロジーの進化とともに頭の固い人たちが亡くなってって、そっちがニューウェーブが定説になってる。なるほどね。それだけ、うん、で、だんだんなっていきました、うん、その後出た出たアインシュタイン。アインシュタイン出るよ。まあいっぱい一般と相対性理論とか特殊相対性理論とか、はい、まあ、彼は光とか重力についてよく話してたりするんだけど、はい、エネルギーとかね、うんうんうん、はいはい、VS ニュートン。ニュートンね、はい、ニュートン、リンゴ系の人だ。リンゴ系の人、まあ、ガリレオはガリレオっていうのはさ、うん、物を重いもの軽いものを落として、うん、昔の人は、うん、重いものの方が早く落ちると思ってたけど、うん、実はそうじゃない、一緒に落ちるの。え、重いものと軽いものって一緒なの。そうなんですか。1キロだろうが100キロだろうが同じ場所から落としたら、なんかそれを、そうなんだ、そう、うん、でもニュートンっていうのはその重力を、うん、地球っていうのは重力があるよっていうのを発見した人とか。あ、そうだ、光だから似てんのよ。光とか微分積分を、うん、あ、懐かしい、考えた人がニュートンだ、うん、へー、彼も天才。要はだ、天才 VS 天才。わー、すごいでしょ、戦ってんだ。まあ17世紀と20世紀だからもう生きてないんだけど、まあ、彼の論理、うん、間違ってますよってアインシュタインが噛みついたの。なるほどね。なんでかっていうと、彼の数式だと、うん、重力が重い時には成立しないんですよ、うん、その数式って、うん、なるので、これがちょっと難しいんだけど、うん、光と、重力と時間っていうのを調べるのね、彼は特に、うん、はいはい、そうね、好きな人といる時間って早いでしょ、うん、やりたくない仕事の時って長いでしょ、うん、もうこれは相対性理論なんですってアインシュタインは言うのね。そうそうそう、簡単に言うとね、すっごい簡単に言うと、うんうんうん、そうなると重力があると光は曲がるんだよ、要は空間は変わっていくんだよって言って、うん、彼の言ってることは間違ってると、うん、いうようなことで、まあ、VS でやっていったの。ただそのアインシュタインですら最近間違ってるんじゃないかって言われてるのが、そう、何、アインシュタインは、うん、要はだから空間が曲げられるってことは、うん、宇宙は収縮してるって言い出してたの。はい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 、どんどんちっちゃくなっていってるよって言われてた。アインシュタインはそう言ってて、その理論のもと計算してたけど、うん、今定説は宇宙はどんどん膨張し始める、うん、そうだそうだ、分かんないよどっちが。銀がもう広がっていってんだよね。そう、宇宙も、宇宙はどんどん広がってると。だからあんた、最近の学者はアインシュタインさん、あんたの言ってること違いますよ、だって、うん、水金地下木土天海明、うん、実はどんどん距離広がってる。へぇー、そうなの。だから途中で交代したもんね。そう、あれね、あ、確かに、確かに、土天海から海明になったんだ。そうですね、そうだそうだ。まあそれは周期とかもそうあんだけど、こう周回のね、うんうん、ただどんどん広がってってると、うん、これアインシュタインさんの理屈だと説明できませんやん、できませんやんみたいな。そう、だから要するに僕は何が言いたかったっていうと、はいはい、科学というものはものすごい楽しい、うん、あれ急にバカな、ありがとうございました。いや本当、みんななんかね、なんかこうあんまりこうぐーっとならずに少しこう空見上げましょうよと、はい、あ、そうです、月でも見てくださいよっていうね、はい、そういうことなんですよ。あと、いろんなロマンがあるということですね。ロマン、素晴らしい、うん、ロマンスの神様、はい、うん、ということで、ね、締めたいと思います。エッドバイジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車感と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました。さあ松浦君どうでした？いや本当にね、楽しかった。もう本当に楽しかったですからね。ずっといたいもん、あと8時間ぐらい喋る。じゃあ行ってください。ということでね、じゃあ鷲山さん、じゃんけんいきましょうか。はい、はい、それではいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。はい、今週はチョキでした。それではまた来週です、皆さん、さよなら、バイバイ。